大分トリニータは日本の大分市、別府市、佐伯市を中心とする大分県全県をホームタウンとする日本プロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブ。運営法人は株式会社大分フットボールクラブであり、1999年に J リーグへ加盟した。ホームスタジアムは昭和電光ドーム大分、練習場は大分スポーツクラブ及び昭和電光、 サッカーラグビー上である。クラブ名は、サイン一体を表す英語、トリニキとホームタウン名、大分を合わせた造語で、イタリア語でサイン一体を表すトリニタと同じ綴りになっている。県民、企業、行政が一致団結することを表している。2006年、エンブレム、ロゴマーク、チームフラッグが T フレアーと呼ばれるデザインコンセプトにより一新され、 クラブとしての略称、大分 FC が FC 大分に変更された。運営法人名とは無関係。クラブマスコットは、亀がモチーフのニータンとウサギをモチーフにした順マスコットのリッジー。2018年シーズン終了時点に至るまで、J リーグ所属全クラブで唯一の J1、J2、J3 全3カテゴリーを経験したクラブであり、かつ、 J3 在籍後に J1 昇格を経験した唯一のクラブである。2019年6月21日、運営会社株式の20%を、貸し会議室大手の TKP が取得して、筆頭株主となり、資本、業務提携した。1994年4月に任意団体、大分フットボールクラブとして発足。競技登録上のチーム名は、大分、または、 大分 FC で大分取引という愛称が付けられた。大分県社会人、サッカーリーグと九州サッカーリーグを連覇して1996年に全国地域サッカーリーグ決勝大会で2位に入り、発足から2年でジャパンフットボールリーグへ昇格。当初は文章職、僕慶和と韓国人監督の元外国籍選手についても元韓国代表の候補官。 再退職などを中心としたチームだった。1998年、ブラジル人監督のフォルミーガを招聘し、外国籍選手にウィルを補強。JFL 最後のシーズンは6位であった。1999年1月に運営法人となる株式会社大分フットボールクラブを設立。1999年から発足した J リーグディビジョン2に初年度から参加した。なお、 トリニティの名前が商標登録の関係で正式なチーム名として使えないため同年より大分トリニータへ解消した。監督に前山形監督の石崎信弘が就任。J2 初年度から J1 昇格争いに加わるが、1999年2000年とも2年連続で2位との勝ち点差1の3位で昇格を逃した。2001年は、 シーズン当初より不審で5月に石崎を監督より解任し、小林真二が公認の監督に就任。最終節まで昇格を争うところまで持ち直したが、結局6位に終わった。小林が続投した2002年は、西山鉄平、浮木キ哲郎、サンドロ、アンドラジーニャなどを補強し、前年作り上げた、堅守速攻を武器に、序盤から首位を独走。 J2 優勝と J1 昇格を果たした。また、最終節で史上初の J2 通算100勝を達成した。小林大成3年目。J1 昇格1年目となったシーズンは、新潟の寺川農人、前年コパリベルタドーレストクテン王のロドリゴなどの選手を補強した。守備は、ある程度通用したものの、ロドリゴは期待されたような活躍はできず、シーズン途中で対談。 前年チーム得点王のアンドラジーニャも得点を上げることができず、シーズン途中に札幌に移籍した。その結果、ストライカーが不在となり深刻な得点力不足に、落ち入りチームも低迷。シーズン半ばに3年振りの復帰となるウィルなど多くの外国人 FW を補強するも得点力不足は改善されず、セカンドステージは15試合で、 失点数はリーグ最小の16ながら、得点は7に止まった。最終節の15位。仙台戦は、だいぶ勝利、引き分けの場合は、大分の残留、大分負けの場合は、仙台が残留と、両チームの J1 残留をかけた直接対決となった。試合は、前半15分に、梅田隆のゴールで先制。後半に入り、仙台に同点にされたが、 勝ち越しは許さず1から1の引き分けで、試合終了。年間順位14位で J1 に残留した。シーズン終了後、小林が監督を退任。オランダ人のハンベルガーを監督に迎える。寺川が新潟に復帰したものの、元ブラジル代表のマグノアウベス、元オランダ代表のリチャード・ビチュヘ、仙台の根本雄一などの選手を獲得。マグノ等の補強組が結果を残し、 ファーストステージは10位で終える。しかし、セカンドステージ開幕前のビジュヘの対談、ファーストステージで活躍した、木島良介の怪我などもあり失速。緊急補強として、DF のパトリックを獲得するも、セカンドステージは2年連続の再開。マグノが11得点、高松大樹が8得点を挙げたが、全体的な得点数は伸び悩み順位は、年間13位に終わった。 ベルガーは、シーズン終了後に辞任した。候補官が、ヘッドコーチから監督に昇格。なお、前年度のゲームキャプテンを務めたサンドロが退団し、瀬戸春樹、山崎哲也などがタックラブに移籍した。補強面では、元ブラジル代表の FW ドド、上本大会などが加入したほか、新加入選手として、深谷祐樹らが入団。大分優マイナス18から西川周作。 梅崎司が昇格した。しかしドドは15試合で3得点に止まり、スタートダッシュに失敗し会に低迷。その後一時は順位を8位まで上げるも、首相、吉田隆之の怪我の影響もあり再び失速。神戸との再会争いから抜け出せず、直接対決でも敗戦するなど不振が続いたため、広報8月28日付で解任。公認には、 ペリクレス・シャムスカが就任した。初再敗となった、浦和戦を勝利すると、そこから6戦負けなしを記録するなど勝利を積み上げ、当初に掲げていた、残り12試合で、勝ち点18の目標を8試合で達成、目標を7位に修正するほどの急速的な復調を、遂げた。この出来事は、シャムスカマジックと呼ばれた。11月23日の C 大阪戦に1の1で、 引き分けたことで、J1 残留が決定。最終順位は、過去3年間で、最高の11位となった。シャムスカ大制2年目。岡中隼人が現役を引退したほか、チーム特典王のマグノアウベス、首相を務めていた、吉田隆之など半数近くの選手型クラブに移籍、または、戦力外となった。補強面では、ホルタレーザ EC からオズマール。 柏から、元日本代表の増田忠タらを獲得。新加入選手として、高橋大輔、森重正人が入団し、大分優マイナス18から福本陽平、梶原孝が昇格。登録メンバーは25人で、シーズンに臨んだ。序盤戦は3連敗を喫するなど黒星が先行し、一時はシーズン14位に,に順位を落としたが、その後は調子を上げ、 第11節鹿島戦から第14節新潟戦にかけて4連勝を記録。第16節川崎戦から第22節、福岡戦にかけては7戦負けなしで、第21節にはこの年のリーグ王者である浦和から白星を挙げるなど6位に浮上。シーズン前に掲げた目標を8位以内から4位以内に修正し10月に J1 残留を決めた。 ただその後は3勝2分7敗と成績を落としたことで賞金圏内の7位以内を逃したが当時の J1 最高順位となる8位でシーズンを終えた。またチーム創設以来初めて日本代表に西川周作と梅崎司。後に高松大樹も招集され梅崎と高松は国際 A マッチにも出場を果たした。シャムスカ大成3年目。エジミューソン。 トゥーリオが退団し、梅崎司が、フランスグルノーブルに期限付き移籍するなど7選手が、チームを去った。補強面では、ジュニオール・マラニョン、宮沢聖子、アウグスト・金崎・夢聖良八選手が、新たに加入した。しかし、新加入のマラニョン、宮沢が共に、スタメン出場した開幕2試合が共に未勝利に、終わると、宮沢は、翌大三節でスタメン落ち、マラニョンは、 あと2シーズン半ばで対談となった。その後は、藤田義明など様々な選手をボランチで起用するも大量失点で負ける試合も少なくなく、第13節には最下位の横浜 FC にも1-2で敗北を喫した。シーズン途中に前田俊介、梅崎が加入した後も勝ち点を伸ばせず、前半戦終了時点で自動降格圏内の17位と低迷した。 J1 残留のために後半戦をリベンジ16と銘打ち、新潟から鈴木慎吾、元福岡のホベルト、そして半年ぶり、3度目の加入となるエジミューソンを獲得。その結果、後半戦はチーム状態が回復し、順調に白星を重ねるようになる。中でも第31節は同じく残留争いをしていた。 大宮との直接対決で1から1で迎えた後半44分に前田俊介の大井大石後発得点となるゴールで逆転勝利。第33節岩田戦を勝利し J1 残留を確定させた。シーズン最終順位は14位であった。シャムスカ大勢4年目。シーズン前に梅崎司、松橋翔太、三木隆史。 山崎正人がタクラブに移籍するなど旧選手が対談。その穴を埋めるべく g 大阪より、課長、秋広、前広島のウェズレーラを獲得し、大分ゆいマイナス18から清武広しつむ、小手川広輝ら4選手が昇格した。また、この年に大分初のクラブマスコットキャラクターとなる、ニータンが誕生した。シーズン前の練習中に課長が、全治6ヶ月の大けがを負ったが、 その代役に抜擢された2年目の金崎夢生が活躍。上本大会、森重正と深谷勇樹のスリーバックラインとエジミューソンホベルトのボランチコンビ、そして GK、西川修作との連携は成熟され、リーグトップレベルの剣手を見せた。その剣手を武器に、ナビスコハイでは予選 GL を2位でクラブ初の突破を果たすと、決勝トーナメントはそのままの勢いで、 FC 東京、名古屋グランパスを破り、決勝、清水エスパルス戦も高松大樹とエズレーのゴールで2から0のスコアで勝利し、優勝を果たした。一方、リーグ戦も終盤まで優勝争いに加わり、チーム歴代最高の4位、勝ち点56でシーズンを終えた。総失点数は J1 過去最小の24失点となった。また、ホームゲーム6連勝や、 ホームゲーム13試合連続腐敗を記録するなど、ホームである、九州石油ドームで、圧倒的な相性の良さを見せた。ただ、得点数は伸び悩みリーグ戦で3得点以上を、記録した試合はわずか2試合に終わり、リーグワースト2位の33得点となった。シャムスカ体制5年目。神戸から坪内秀幸が、期限付き遺跡で加入し、 梅田隆と宮沢誠史が期限付き遺跡より復帰。一方で期限付き遺跡で加入していた小林亮等が対談した。シーズン開幕前の2月にホームデポセンターで開催されたパンパシフィックチャンピオンシップ2009にナビスコカップ優勝チームとして出場し3位となる。リーグ戦ではチーム指導が遅く、フィジカルトレーニングが十分に行えなかったことや、 九州石油ドームの芝の張り替えに失敗し芝の状態が不安定だった影響による怪我や累積警告で多くの主力選手の欠場が相次ぎ再開に低迷。5月23日の広島戦で敗戦を喫したことで10連敗となり延長戦が廃止された2003年以降の J1 では2007年の横浜 FC の9連敗を抜いてワースト記録となった。その後は 連敗数は14まで続き、1勝1分15敗の最下位でシーズンを折り返した。このため、7月14日に成績不振によりシャムスカを解任。後任に元広島コーチのランコポポビッチが就任した。同月18日の第18節、浦和戦では、ポポビッチの役員登録が完了するまでの招致として、教科部の松山弘明が暫定監督を務め、 1>, 1から0で浦和に勝利。これで連敗を14で止め、3月21日の第3節、新潟戦以来の勝ち点、3月14日の第2節、京都戦以来の勝ち星を挙げた。その後9月13日の岩田戦から、シーズン終了まで10戦負けなし、またこれまでリーグ戦未勝利だった千葉にも初勝利を挙げるなど、復調を遂げたが、 前半戦の成績が響き残留圏内まで浮上するには至らず、第30節の京都戦に引き分けたことで、リーグ戦4試合を残し8シーズンぶりの J に降格が決定した。一方、連覇をかけ、望んだナビスコ杯は無敗であったものの、1勝5分と勝ち点3を積み上げることができず予選敗退となった。また8月5日には、 駿河銀行チャンピオンシップが開催され、コパスダメリカーナ王者、SC インテルナシオナルと対戦し、1から2で敗れた。2009年シーズン中に表面化したチームの経営危機を受ける形で、チーム予算を大幅に削減。強化運営費も例外ではなく、監督のポポビッチをはじめ西川修作、森重正と、金崎夢生、エジミウソンなど主力を中心に、 チームの半数近くの選手、スタッフを放出。監督には、前副社長の候補官が2005年以来5年ぶりに就任。補強は、ユース、大卒選手を3人獲得。さらに現役韓国代表であったキム・ボギョン、ベテラン DF のチャンギョンジンの2人の韓国人選手を、期限付き遺跡で獲得。また一度は、戦力外となった選手の再契約などで選手の、 人数を補った。しかし、監督の候補の年俸が経営危機器の中であるにもかかわらず高額であること、本年契約する見込みだった。フェルナンジーニョの契約解除に伴う高額な医薬金負担と財政運営の見込みが甘かったことにより、運営資金のショートが翌年の1月中に発生してしまう事態に陥った。県の緊急融資で何とか乗り切るが、 財政がかんばしくない大分県からの有志には、県民からの批判の声が上がった。開幕当初こそ、キムの5試合6得点という活躍もあり、上位につけていたが、4月25日から8月7日の富山戦で12試合ぶりの勝利を挙げるまで、約3ヶ月間勝ち星なし。その後17試合で4勝にとどまり、J に過去最低の15位に終わった。また、 この年限りで候補が監督を退任した。6月1日、2010FIFA ワールドカップ韓国代表メンバー23人にキム・ボギョンが選出された。大分に在籍する選手がワールドカップの代表メンバーに選出されるのは史上初であった。前年まで清水でヘッドコーチを務めていた田坂和明が監督に就任。オフにキム・ボギョンが レンタル元の新大阪に復帰、さらに前年から続く経営危機の影響で、東京悟菊池直也、そして藤田義明が J1 クラブに完全移籍し、高松が FC 東京に期限付き移籍した。補強は、水戸から大卒1年目の佐久田雄二と、藤川雄二、熊本から西博子族などの若手選手を獲得した。 シーズン途中からフォーメーションを3から4から3に変更し、FW のチェ・ジョンハンやサン・ヘイワ氏がサイドで起用されたり、DF のトネ・リョウスケが FW、ボランチの京成博が CB で起用されたりと多くの選手を様々なポジションにコンバートさせリーグを戦った。また、前田俊介や森島康人がそれぞれ自己最高の成績を残すなど若手が対等。なお、 J2 シーズン成績は12位。天皇杯は3回戦で敗退した。田坂大制2年目。昨シーズンクラブの主軸として活躍した前田、京が J1 クラブに移籍したものの、森島、時田らその他の主力選手の引き止めには成功し、流出を少数にとどめた。補強では、千葉から元日本代表の村井真二を獲得し、FC 東京に、 レンタル移籍していた高松が復帰した。あとは、新大阪より3人の若手選手をレンタル加入させるなど前年と同じく多くの若手選手を獲得した。また、5月、J1 昇格支援募金を開始した。開幕戦は2007年以来のホームスタジアムでの開催となった。リーグ戦では、第21節、アウェイで、キラバンツ北九州を破り、バトルオブ、 九州初勝利を挙げ同時に6年ぶりの4連勝を達成した。第23節に首位に立ったものの自動昇格となる2位以内に入ったのはその1節のみだった。とはいえ、3連敗以上の連敗をしないなどシーズンを通じて安定した戦いを見せ、第18節以降 J1 昇格プレイオフ圏内である6位以内を最終節までキープした。 J1 ライセンス交付の条件とされていた、後日の公式試合安定開催基金からの融資残額3億円についても5月下旬から一般市民や地元政財界に支援を募り、集まった寄付金、支援金、計3億3、306万1、323円から返済期限とされた10月12日までに完済したため、PO 進出が決まった。 11月18日の PO 準決勝は、京都に森島が4ゴールを決めて4から0で、11月23日の PO 決勝は、千葉に林上等のゴールで1から0で勝利を収めて、2009年以来4年ぶりの J1 復帰を果たした。天皇杯は、初戦でミトホーリーホックに敗退。田坂大成3年目。リーグ戦。 チーム最多タイの14得点の三平和紙と石上直也が湘南からの期限付き遺跡期間満了により退団し、他にも作田雄二、イ、ドンミオン等がチームを離れた。一方、補強では、神戸より元日本代表の高木和道、大宮より2009年以来の復帰となる深谷勇樹を獲得。その他にも小玉新、小松類。 辻を真二と30代手前前半の年齢の選手を中心に合わせて9選手が加入した。また、シーズン途中に今季加入の金英機、小松太田クラブに期限付き遺跡で放出。北京五輪日本代表であった、梶山洋平を FC 東京から期限付き遺跡で獲得した。J1 リーグ戦はシーズン初勝利が開幕から2ヶ月以上経過した5月18日の J1 第十二節アウェー新潟戦までかかるなど終始、低迷。第八節で再開となって、以降は順位を浮上させることができず、十月五日の第二十八節、CEO 大阪戦にゼロの二で敗れたことで、リーグ戦六試合を残し一年での j に降格が決定した。最終的には、勝利数が J1 リーグ最低審の2、勝ち点も J1 リーグ最低体記録の十四を、 記録したほか、リーグ戦、ホームゲームの戦績が4分13敗と、J リーグ史上初のシーズン中、ホームゲーム未勝利となった。天皇杯は、クラブ史上最高成績となるベスト8の成績を残した。田坂体制4年目。2013年のチーム内得点王であった、森島康人が川崎に、政治家を主に務めた、丹野健太が古す、新大阪に、 それぞれ完全遺跡。首相、宮沢聖史は契約満了に伴い、岐阜に遺跡。その他には、梶山洋平、松原健など、計16人が対談した。補強面では、トスから室田卓也、新大阪から武田洋平、千葉から伊藤大輔をいずれも完全遺跡で、トスから末吉春也と、クラブ初のコロンビア人となるジョナサン新潟から増田重と 名古屋から田中照木、神戸からカンユングをいずれも、期限付き遺跡で獲得。さらに新人として、大阪体育大学から伊佐公平が加入した。また、前年から期限付き遺跡中の松本玲の、期限付き遺跡期間を1年間延長し、2014年、新体制発表時点での選手数は25人となった。チーム創立から20周年の節目のシーズンになる。 ことに合わせ、6月21日の愛媛戦は20周年、記念試合と命打ち開催された。アウェーで迎えた開幕戦は、三戸に1-2で敗北したが、ホーム開幕戦となる第2節で北九州に1-0で勝利し、昨シーズンから続いたリーグ戦、ホームゲーム未勝利記録を17でストップさせた。その後は極端に成績を落とすことはなかったものの、 ジュニーを3位以上につけることができず、J1 昇格プレイオフの枠を、岩田、千葉、北九州、山形らと争う形となった。その後シーズン途中で、大宮から加入した、ラドンチッチ、FC 東京から期限付き遺跡で加入した、林陽平、ラドンチッチと、ほぼ入れ替わりで加入した、ダニエルの活躍もあって39節終了時点で、プレイオフ圏内の6位につけるも、 第40節のミト戦で逆転負けを喫首のないに交代。その後順位を浮上させることはできず、2年振りの J1 昇格プレーオフ進出を果たすことはできなかった。またこの年開催された 2014FIFA ワールドカップでは、大分ナス1 8に在籍し西登録選手として、トップチームに登録されていた坂井大将が、名古屋の杉森幸輝と共にトレーニングパートナーとして、 日本代表に直前合宿から大会終了まで帯同した。田坂大成5年目。伊藤が岡山に末吉が古巣、福岡に移籍。そして林は移籍期間満了に伴い FC 東京に復帰した。また、キャプテンを務めた高木が契約満了となり岐阜に移籍した。その他8人の選手が退団し、合計12選手が大分を去った。 一方補強面では、ブラジル人のエヴァンドロ、東ティモール国籍を有するムリロアルメーダ、さらには、新潟から岡本秀也、そして、京都から三平和氏が3年ぶりに復帰するなど、前線の選手を多く補強した。また千葉から兵道昭弘が加入。その他にも8選手が加入し、大分に加入後足部位大部に期限付き遺跡となった、フェリペを含め合わせて14選手が加入した。 キャプテンには2004年のサンドロ以来、11年ぶりの外国籍選手キャプテンとなるダニエルが就任した。しかしシーズンが始まると、戦術の浸透の失敗や、新加入選手が機能せず前述の末吉、伊藤、林らの穴を埋め切れなかった影響で開幕から低迷。第16節終了時点で2勝5分9敗の最下位に止まったことで、6月1日に監督、 田坂を解任。当初は外部から公認監督を招聘する予定であったが交渉が不発に終わり、最終的には協会区政部長で監督代行も務めていた柳田信明が7月2日より監督に就任することとなった。当月は東京 V 戦での15試合ぶりの白星を含む参照と復調の兆しを見せたが勢いを持続させることはできず、また洗ったと申ゆき、 パウリーニオラの途中補強も実らず降格圏から脱出するまでには至らなかった。最後は4連敗を喫するなど不安定なチーム状況のまま21位でリーグ戦を終え J2J3 入れ替え戦に出場することとなった。入れ替え戦は J3.2 位の町田に2戦とも敗れ J1 経験クラブとして初の J3 リーグ降格となった。シーズン終了後に 柳田が監督を退任した。新監督として、g 大阪でヘッドコーチを務めていた、片野坂智博が就任。クラブ初の、大分トリニータ在籍経験者の監督就任となった。またコーチメンバーにも、吉村孝治、山崎哲也が新たに加入し、留任した GK コーチ、吉坂啓介を含め全員が、大分トリニータ OB となった。 他クラブに期限付き移籍中の選手を含め、全選手に対して、契約延長のオファーを出したが、チーム得点王であった田、目田大輝をはじめとして、昨シーズン先発出場機会の多かった、若狭博武田洋平、兵道昭弘、安川優、西広即答型、J1J2 クラブに移籍。また坂田昭弘、新田智之が、同ディビジョンとなる、J3、長野に移籍。 タクラブに期限付き遺跡中であった風間、岡本も期限付き遺跡先に完全遺跡すると、対談選手は計13人となった。補強面では、元日本代表、山岸里氏を広島から獲得。他には、高生衆、千秋聖天、染谷和樹、山内祐樹、さらには、若手選手を3人期限付き遺跡で獲得。そしてユースから3選手が昇格した。 また昨シーズン限りで退任した青野博の後任として新社長に江野木徹が就任。協会区政部長には昨シーズン途中から代理で務めていた西山哲平が就任した。開幕3連勝を記録し、同節終了時には首位に浮上するも第4節で琉球に敗れ首位を明け渡す。その後は勝ち星を伸ばすことができなくなり、 同節から4試合未勝利で、第8節終了時には、一旦10位まで順位を下げた。第15節では最下位、YS 横浜に敗戦を喫し、前半戦を昇格圏外となる3位で折り返した。そして第19節には旧連勝中の首位、栃木に敗戦を喫し首位との勝ち点差が急に広がった。しかしその後、シーズン途中に加入した、八端田公平らの活躍や、 失点リスクを抑えた相手対策重視の先方に切り替えたことにより、第28節終了時までで7勝1分に1敗という追い上げを見せ、栃木を追走。ホーム最終戦となった第29節はイエス、横浜戦にて大分が勝利し、栃木が敗北したため、栃木と勝ち点で並び得失点差で、第3節以来の首位に立った。そして、 最終節の鳥取戦を4-2で勝利し、最終5節を5連勝で終え、J3 リーグ優勝、1年での J2 リーグ復帰を果たした。また、このシーズンをもって2000年の入団以降、FC 東京駅限付き移籍した2011年を除いて大分でプレーし、長年にわたり、中心選手として活躍した高松大樹が現役を引退した。現役最後の試合となったホーム、 大分銀行ドームで開催された YS 横浜戦には J3 記録となる11,065人の監修が詰めかけた。また年間の観客数が116,563人と J3 創設3年目にして初めて年間10万人を突破したクラブとなり1試合平均七7,771人で史上最多記録を大幅に更新した。肩の坂体制二年目。 前述した高松大樹の引退をはじめ、松本正也が岩谷遺跡、J3 優勝に貢献した、八端田公平ら4人が、期限付き遺跡期間満了。2015年にキャプテンを務めた、ダニエル、千秋聖天ら5人が、契約満了で、合計11名がチームを去った。また江頭一騎が、東海社会人、サッカーリーグの鈴鹿アンリミテッド FC に、期限付き遺跡となった。 補強面では、小手川博、木、林洋平、岸田翔平というクラブに、縁のある選手をはじめ竹内明、黒木京平、川西翔太、高木俊が完全遺跡で加入。また鈴木敦、志、酒井達也、前田良介が、期限付き遺跡で加入し、昨シーズン期限付き遺跡で大部に在籍した、清本拓己、大津明るまことが完全遺跡に移行こう。 そして大部 U-18 からの上拓や、大分 U-18 出身の国分慎太郎が、立命館大学より加入した。シーズン途中には、堺大将がベルギー2部の AFC、トゥビズに期限付き移籍した一方で、湘南からシキーニョが加入するなど、3選手が加入した。リーグ戦に入ると、開幕戦、A 福岡戦を2の1で勝利。さらに、 第9節 A 商南戦では1-0、第13節 H 名古屋戦では4-1のスコアで、勝利を収め昨年の J1 在籍チーム全てから、勝ち点3を挙げ、前半戦終了時には9勝5分6敗の勝ち点32の9位につけた。後半戦に入ると、第26節終了時には6位と勝ち点で並ぶ7位にまで、浮上。続く三試合で一分二敗とし十二位まで順位が、 低下したが、その後再び盛り返し、第38節終了時には8位ながら6位の、徳島と勝ち点差1まで迫った。続く2試合で1分1敗、そして第41節で、徳島との直接対決に敗れたことにより、J1 昇格プレイオフ進出は逃したものの、目標勝ち点45に対し19上回る、勝ち点64を記録し、最終順位は9位となった。 アウェーゲームではリーグ3位の成績であった反面、ホームゲームでは9月2日に開催された群馬戦から最終戦、熊本戦までの約2ヶ月半の間未勝利の状態に陥るなど負け越しリーグ16位の成績であった。肩の坂体制3年目、昨季主に先発出場をした上福本直人が東京分野移籍し、 鈴木敦氏が期限付き遺跡期間満了に伴い、福岡に復帰。また、2016から2017年にキャプテンを務めた山岸聡氏が契約満了により退団。吉平翼が、秋田、佐藤昇陽が JFL、青森に期限付き遺跡するなど、計11名が退団した。補強面では、昨シーズンと同様に、戸根良介、丸谷拓也、 山口真嗣と大分に過去所属経験のある3選手の加入をはじめ、J3 リーグで2年連続得点王となった、藤本範明やバーバケンジ、星祐二、那須川正宏、金田昭恵が完全移籍で加入。また宮坂正樹、イムスンギョムと前日の山口を含め3選手が、期限付き移籍で加入。U-18 からの昇格を含む、高校。 大学新卒選手の獲得はなく、新加入選手は、計10人となった。夏の移籍期間では、イムが、期限付き移籍期間を前倒しして満了し、対談、今季よりキャプテンを務めていた竹内がさぬきに、期限付き移籍した一方で、FC フアレスより、ウィリアムを完全移籍で、千葉より、岡野人志を期限付き移籍で獲得した。開幕戦は勝利したものの、 その後3戦勝ちなしとなり、第3戦4節は共に無得点であった。それでも、戦術の浸透と、星、馬場らしい戦力の活躍もあって、第5節水戸戦から第8節京都戦にかけて4連勝し2位に浮上。第10説、金沢戦に勝利したことで、同シーズン初めて首位に浮上した。その後は、第18、19節で一旦首位を明け渡すが、翌、 第20節で、再び首位浮上、前半戦を首位で折り返す。しかしシーズン折り返し後は、大分の戦術スタイルに対する相手の研究が進んだこともあり、前節から数えて3連敗を含む5試合未勝利となり5位に転落した。その対策として、第26節、岐阜戦において3ボランチを採用した3から5から2のシステムに変更し、 これまで途中出場中心であったり、出場機会の少なかった三平和志、岩田としてる、前田良介、小手川広輝らを起用し、同試合を勝利した。その後再び三試合未勝利で一時は、J1 参入プレイオフ圏外の7位まで順位を落としたが、対戦相手によって、システム、戦術、選手起用を臨機応変に使い分けたことにより復調。第32節。 熊本戦から第36節、京都戦にかけては5連勝を記録し、第21節以来の首位に浮上、その後は自動昇格圏内をキープした。2位で迎えた最終節、アウェー山形戦は、星のゴールにより試合終了間際まで1から0でリードしていたが、後半アディショナルタイムに失点を喫する。そのままスコアは動かず引き分けに終わり、23勝7分12敗。 勝ち点76で全日程を終了した。他会場の結果、町田と横浜 FC に勝ち点で並ばれたものの得失点差により、自動昇格圏内の2位を守り、6シーズンぶりの J1 復帰が決定した。J3 リーグ在籍経験のあるクラブとしては、初の J1 昇格事例となる。同シーズンでの得点数76はリーグ最多を記録。またばば、藤本、三平。 後藤と四人がリーグ戦十得点以上を達成したのは2009年の湘南以来9年振りの出来事であり、39試合目での達成は J2 最速であった。肩の坂大成4年目、林洋平や宮坂正樹河西翔太、清本拓を乗れ修行年人ら期限付き移籍していた2選手を含め、全15人が対談。補強面は、 期限付き移籍していた堺大将、吉平翼の復帰をはじめ、高山薫、小林聖豪、三佐を言うと、小塚和樹、尾内湯は同、そして大代表のキティパンダ全15人が加入した。昨季の主力は残留し、継続性を確保したほか、J2 で22得点を記録した、尾内湯、12得点を記録した小林をはじめ、伊藤良太郎、小塚、 生児とモーノナリなど、試合から遠ざかっている、名前のあるベテランよりも、J2 で結果を出した選手の方が力を発揮してくれる、という強化部長、西山鉄平の判断から、昨季 J2 で活躍した選手を多く補強し前線の強化に、成功。監督の方の坂も新体制発表会見にて、僕が要求した選手を、ある程度クラブが揃えて、 J1 で戦える戦力を整えてくれたと語った。シーズン開始前の予想では、多くの記者、スポーツライターから J2 降格候補に挙げられたが、開幕戦で鹿島アントラーズに、アウェーで2006年以来2度目の勝利を収めると、2月3月度の月間 MVP を受賞した藤本則明の活躍もあって、7節から12節に、 かけて6試合無敗を記録するなど一時は順位を3位まで浮上させる。その後は上位陣との対戦が続いたこともあり、勝ち点を伸ばせなかったが、17節の浦和レッズ戦で6試合ぶりに勝利を収め前半戦を8勝5分4敗の4位で折り返した。後半戦に入ると、藤本のビッセル神戸への移籍や、相手チームの分析が進んだ影響で4勝6分7敗と、 負け越したが、夏の遺跡期間で加入した、田中達也、小林祐樹を新たに先発メンバーに加え、前年同様 GK からつなぐサッカーを貫徹。当初の目標であった、勝ち点45を3試合を残してクリアし、一度も残留争いに巻き込まれることなく12勝11分11敗、勝ち点47の9位でシーズンを終えた。一方、六年ぶりに参加した、 ルヴァンカップでは、プレイオフステージ進出がかかった状況で、グループステージ最終節に臨んだが、セレッソ大阪に敗れ、グループステージ敗退となった。天皇杯は、歴代最高大記録となるベスト8に進出した。肩の坂大成5年目。丸谷拓也が、現役引退し、後藤祐介が清水へ完全移籍で、昨季期,期限付き移籍で加入していた、おなゆう。 ティパンダ7選手が、いずれも、移籍期間満了により退団した。小島徹介は、新潟へと期限付き移籍するなどたクラブへ、期限付き移籍していた3選手も含め、全13人が退団した。補強面では、昨季途中から期限付き移籍していた、高畑啓太が復帰したほか、私大生、知念慶、町田成正と、香川祐希、野村直樹、 高さは優やら全12人が加入した。勝ち点55、総得点50、失点35の6位を目標に掲げたが、第一節終了後間もなく、新型コロナウイルス感染症流行の影響により、リーグが約4ヶ月にわたって中断。7月上旬からの再開後は12月中旬までの約4ヶ月半で全日程を消化する過密日程を、 強いられたことにより新加入選手を中心に怪我人が続出した。第5節から第9節にかけては5連敗を喫するなど一時低迷したが、その後はチーム状態が回復。会争いに巻き込まれることなく安定した戦いを見せたが、前年同様得点数は伸び悩み、最終的に勝ち点43の11位でシーズンを終えた。リーグ戦と、 同様カップ戦もコロナ禍の影響を受け、試合数が全3試合に削減された。ルヴァンハイでは参戦未勝利に終わり、グループステージ敗退。天皇杯は出場チーム数削減の影響で、J リーグ加盟後初めて不出場となった。肩の坂大成6年目。昨シーズンキャプテンを務めた鈴木義則をはじめ、岩田としてる田中達也。 島川俊郎ら6選手型 J1 クラブに完全移籍し、期限付き移籍加入していた知念慶が移籍期間満了により退団。また三平和氏前田良介ら4選手が契約満了により退団し、ムンキョンゴンが兵役の関係で韓国に帰国するなど、計1 3人がチームを離れた。補強面では、長沢俊、坂圭介、下田北斗、 ポープ・ウィリアム、渡辺・慎太郎8選手が完全移籍加入し、エンリケ・トレビザン、ペレーラが期限付き移籍加入。昨季と区別指定選手として、リーグ公式戦デビューを果たしていた、井上健太、藤本一輝ら新卒選手が4選手が入団した。表彰を大分トリニータを運営する、株式会社大分フットボールクラブには、 1999年の会社設立以来、住宅リフォームメーカーのペイントハウスが、ヒット株主として、経営に参加していた。しかし、ペイントハウスの拡大路線が行き詰まり、同社の経営に投資コンサルタントの坂中昭雄が、関与し始めた頃から、ペイントハウス、ひいてはだいぶ FC の経営が揺らぎ始め、これをきっかけとなって様々な問題が生じ、 クラブ経営が翻弄され続けることになった。2004年、クラブ創設以来、ユニフォームスポンサーを務めていたペイントハウスが年度途中で撤退。これをきっかけとして、ダイブ FC は経営難に陥り、2005年9月時点で7億2500万円の累積赤字、3億4400万円の債務超過となった。また、これと相前後して、 2004年途中にペイントハウスの代わりにユニフォームの胸スポンサーについたミュージシャンの小室哲也が役員を務めるイベント会社トライバルキックスによる年間スポンサー料7000万円の滞納が発覚した大分 FC の経営諮問委員会は2005年9月14日に取りまとめた答申で極めて厳しい状況運転資金確保が緊急の課題と結論付け 大分 FC が9月21日までに2億円の調達が必要であるとし、大分県に公的支援を要請した。これを受け、大分 FC は、大分県の外郭団体である、大分県スポーツ文化振興財団から2億円の融資を受けたほか、6月にユニフォーム胸スポンサーとなった、パチンコホール運営会社のマルハンが2006年から6年間の年間シートを購入し、 資金繰りを乗り切った。マルハンのスポンサードに関しては、J リーグの規定に抵触するのではないかとの指摘があったものの、この時は特例として認められた。2006年12月、J リーグからホール業界が J リーグのスポンサー自粛カテゴリーであたり、2007年シーズン以降のユニフォームスポンサーとして許可できないとの方針が示されたことを受け、マルハンはこれ以降、 スペシャルスポンサーとしてトリニータの支援を行うことになる。2009年9月14日、大分 FC はマルハンがユニフォームに企業名が入らず広告対価が伴わないことを理由にスポンサーを完全撤退したことを発表。加えて2006年以降スポンサーに名を連ねていたフロンテック・オメガプロジェクトが役員逮捕を起因とする経営難などから2009年までに 相次いで撤退、さらに一度は、スポンサー継続を決めていたジョイフルも、業績悪化で代表取締役の交代が決まった、直後の3月にユニフォームスポンサーから撤退。その上2009年途中から、ユニフォームの胸スポンサーとなった、ホーリーオフジャパンはそのビジネス手法などをめぐり当初から、サポーターの反発を受けていたこともあってに同年、限りで、スポンサーから降板するなど、 大口スポンサーの撤退が相次いだことで、再度の経営危機が一気に表面化した。具体的には、2009年1月期現在で、累積赤字が11億円、債務超過額が5億5800万円となっており、さらには、成績不振による入場料減収や、監督交代に伴う人権費増加もあって、翌2010年度の運営費を前倒しで使う。 自転車創業のような経営方針も相まって2009年11月からのリーグ戦残り3節の運営が困難となった。2009年11月11日、日本プロサッカーリーグが設立した公式試合安定開催基金からの緊急融資を申請した。申請の際、本年度のみで2億円程度不足と見られていたが、大分県は 本年度のみで約4億円不足すると発表した。11月17日、J リーグ理事会にて合計6億円の融資を決定。J リーグは大分 FC について経営破綻に近いあってはならない経営と指摘。11月20日、大分 FC 社長の溝、畑博氏が12月5日の公式戦終了後に隕石辞任して副社長の候補官が 社長代行に就任することを発表。12月12日には、候補及び強化部長の原康氏が辞任し、大分県経営企画部長の青野博氏が代表取締役代行に就任した。当初の緊急融資を受け、大分 FC は再建計画書を J リーグに提出したが、経費削減が不十分として12月14日の J リーグ理事会で、 追加融資分2億5000万円の承認が否決。12月23日の J リーグリーンジ理事会でも同様の理由により否決されたため、大分 FC は地元銀行からのつなぎ融資を受け当座の資金を確保した。これを受け、大分県や地元企業らが中心になって新たに大分トリニータを支える県民会議が発足。また、大分市役所内に チーム支援のための募金箱を設置し、当面5000万円を目標として募金を募った。ただ、大分県内でもチーム支援に対する考えは、地域によって温度差があり、大分市以外では、なぜ取りにいたばかり優遇するのかという不満の意見もあった。2010年1月19日、大分 FC が再提出した運営予算を削減した計画書に基づき、 J リーグ理事会は、さらなる予算圧縮を要望しつつ、残り2億5000万円の追加融資を決定。2月16日には、大分 FC が再度提出した予算を、さらに修正した計画書に基づき、J リーグ理事会は追加融資を正式に了承した。大分県は再建支援のため、これまで半額免除であった大分銀行ドームの使用量を、 2010年シーズンは全額免除することを決定。その後、全額免除は2012年シーズンまで続いている。なお、債務超過額については、2009年1月期時点での5億8000万円。あまりから、2009年12月の調査時点で、ダイブ FC による調査で、実質9億円以上になると判明。 2010年1月末時点では11億6700万円の債務超過額であることが4月27日の大分 FC の株主総会で明らかにされた。2010年5月 TMC が保有していた大分 FC の株式を買い取った大分商工会議所が筆頭株主となった。2011年ダイハツ九州が胸スポンサーとなった。 2010年11月17日、2011年1月までに必要な運転資金5億円のうちの1億9000万円が不足する可能性が出たため、大分 FC は大分県文化スポーツ振興財団から2億円の追加融資を受けた。2012年1月31日、J リーグの公式試合安定開催基金から融資を受けていた5億円のうちの2億円を返済。 その一方で、10月12日までに公式試合安定会再基金からの融資の残り3億円の返済を完了しなければ、成績上の条件を満たしても2013年度から J1 昇格をすることができないという条件が課せられた。同年5月、3億円のうちの1億円を目標に、市民、団体などから寄付を募る J1 昇格支援金の募集を開始。 支援金は8月17日に目標の1億円に到達し、最終的には約1億2380万円に達した。この支援金に地元経済界からの支援約1億920万円、大分県等の行政からの支出1億円を合わせて支援の総額は約3億3300万円となり、大分 FC は10月12日に 基金からの融資を完済した。なお、2012年10月12日時点の債務、超価額は約5億8500万円である。2019年6月24日、大分市出身の河野高照が創業した貸し会技術大手 TKP が発行済み株式の20%を取得し、筆頭株主となった上で、資本、業務提携を結んだことが公表された。 また、地元の九州入業も株式の買い増しにより、株式比率を20%程度にまで高め、TKP と共に、筆頭株主となった上で、企業再生ファンドからの株式の買い戻しを進め、クラブは6月25日の社長会見で、企業再生ファンドからの株式の買い戻しが完了したと発表した。2019年末頃より流行した新型コロナウイルスの影響により、 2020年度のスタジアム入場者数は大幅に減少し、クラブ経営に大きな影響を与えた。スポンサー営業も厳しい状況が続き、ユニフォームのスポンサーロゴ形式箇所には空白が発生していた。そうした事情を踏まえ、クラウドファンディング大分取りにーいたい地団結プロジェクトから、みんなの思いをピッチへを2021年4月9日から5月16日に、 かけて実施。当初設定では、目標金額を5000万円とし、目標達成の暁には、ユニフォーム鎖骨左の位置に、同プロジェクトのロゴを掲出するとしていた。4月30日に当初目標金額に到達、その後、ネクストゴールとして設定した8000万円をも、上回り、最終的に8,896万8000円もの支援額が集まった。なお、 プロジェクト期間中に、筆頭株主である TKP が当初、プロジェクトロゴ掲出予定であった、鎖骨左部分のスポンサー契約を結んだことから、胸上中オーブへとロゴ掲出位置が変更となった。2019年12月3日に J リーグクラブとしては、初となる子会社、株式会社、トリニータマーケティングを設立。東京都に拠点を置き、 トリニータの YouTube チャンネルでの動画配信、公式 SNS オンラインショップの運営、トリニータのクッズ開発、パブリックビューイングの開催、ソーシャルアクションなどを担当したが、新型コロナウイルス流行の影響に伴う経営合理化などを理由として、2020年10月31日をもって解散、生産となった。U-12,U-15。 U-18 各世代にチームを保有し、U-15 は、宇佐市を拠点とするチームも保有している。大分 U-18 は、2013年に、プリンスリーグ九州一部にて初優勝。プレミアリーグ参入戦に臨んだが、愛媛 FCU-18 に敗れ参入は、見送りとなった。翌2014年、プリンスリーグ九州で連覇を果たすと、 この年の参入戦で、大谷室蘭高校、米子北高校に勝利し2015シーズンからのプレミアリーグエストへ昇格が決定した。2015年は3位となったが、翌2016年はリーグ戦再開となり、プリンス九州に降格となった。日本クラブユースサッカー選手権での最高成績は2012年、2014年、2018年、2019年の、 ラウンド16、J ユースカップでの最高成績は2015年のベスト4となっている。天皇杯には過去4回出場をしている。将来的な日本女子、サッカーリーグ参入を視野に入れ、女子サッカーチームの大分トリニータレディースを2007年4月に創設。2006年10月に第1回セレクションを開催し、30名の選手が選抜された。 2007年に大分県女子サッカーリーグ及び九州各県女子リーグ決勝大会で優勝し2008年より九州女子サッカーリーグに所属している。最多得点試合最多失点試合その他昭和電光ドーム大分外観大分スポーツクラブ主練習場は大分スポーツクラブ及び昭和電光サッカーラグビー場である。 大分スポーツ公園サブ競技場でも練習を行うことがある。なお、2002年頃までは、リバーアップパーク犬会等各地のグラウンドを点々として練習を行っていた。大分トリニータの年度別成績一覧、年度別入場者数を参照。2008年のナビスコカップ決勝時の大分サポーターによるコレオグラフィー特定の試合において、サポーターが カラーボードを掲げコレオグラフィーを作ることがある。2008年の J リーグカップ決勝戦でも掲げている。2003年の J リーグカップの京都戦で1から1で迎えた後半17分、大分、高松大樹が負傷したために京都側はボールを一旦フィールドの外に出した。試合再開後に寺川農人が相手 GK にボールを返すために蹴ったが、 そのボールをロドリゴがカットして、ドリブルを始め、そのまま得点を決めた。暗黙の了解を破る行為だとして、京都の選手は怒りをあらわにし、両チームに一触即発ムードが漂った。その後京都側のキックオフで試合が再開されたが、当時大分の監督だった小林真司はアンフェアなプレーを認識し、選手に対して守備を放棄するように指示。京都。 中原井大輔のシュートをだいぶ守備陣は見送り、スコアは2から2と、再びイーブンになった。くしくもこの試合は、トトーゴルがスタートして、最初の試合であった。トトーゴルは指定されたチームの得点を、0.1点、2.3点以上で予想するものである。ため、今回の出来事がトトーゴルの結果を変えてしまったという点で問題となったが、当試合のマッチコミッショナーは、 ルール上一切問題はない。乱用されては困るがいい意味で、フェアプレーの延長線上、当時日本サッカー協会キャプテンの川淵三郎も、あの状況では仕方がなかったという見解を示し、J リーグ側も大分を処罰しなかった。二千七年、j ワン第十八節を終了時点で自動降格権の十七位と低迷していた大分は、リーグ後半戦の十六試合を、 リベンジ16と命打った。リベンジ3戦士として、鈴木慎吾、ホベルトエジミューソンを獲得したほか、当企画のシンボルキャラクターとして、リッチーが登場した。他にもスポンサーの協賛により試合ごとに様々な企画を開催した。この16試合を8勝7敗1分と、ほぼ5部の成績で終え、シーズン14位で J1 残留を果たした。 リベンジ16の中で唯一対戦していなかった横浜 FM については2007年に2戦とも大敗かつ無得点であったことから2008年のホームゲームでリベンジマッチと銘打ってリッチーも再登場のもと行われた試合は1から0で勝利しリベンジを果たした二千十四年にクラブ創立二十周年を迎えた大分は特設サイトを開設しさらには 同年6月21日の愛媛 FC 戦を20周年記念試合大分県民デート名命打ち開催し、サポーターからの投票により選出した歴代ベストイレブン発表などの企画を行った。2018年8月18日、J2 第29節の東京 V 戦にて試合開始5分頃に監督の片野坂智博の声がしゃがれ、試合後の会見にも ガラガラ声で望むという一幕があった。その場面を見た大分サポーターがツイッターにて8月21日に浅田飴さん、片さんの喉を守ってあげてというツイートをするとこれに浅田飴の公式アカウントが反応。その縁により翌日には大分 FC の営業スタッフが浅田飴本社に挨拶に出向くこととなった。8月25日に浅田飴より 薬用のドアメ90巻がだいぶに差し入れされ、同日行われた徳島戦では、片野坂は終始のドアメの関係数を手に持ち、ずっと雨を舐めながら、ピッチ脇で指示を送った。試合後の囲み取材にて、浅田飴について尋ねられると、おかげさまで最後まで声がしゃがれることなく、指示を出すことができて感謝しています。浅田飴、もう手放せなくなりました。とコメントした。 喉飴感を持ったまま指示を送る方の坂の姿を見た、浅田飴代表取締役社長、堀内邦彦は、直接会ってご礼を言いたいとスケジュールの合間を縫って9月14日に、大分の練習場を訪問し、方の坂と面会した。その翌日に行われた J2 第33節、佐野岐線でのオーロラビジョンにて、正式にスポンサードすることが発表され、ピッチサイドには、 浅田ダアメの広告看板が設置された。2019年2月25日、浅田ダアメと大分トリニータのコラボ商品、戦うのどに、浅田ダアメを発売することが発表され、ホーム開幕戦の3月2日に、試合会場グッズ売り場にて、販売開始された。大分フットボールクラブに関するカテゴリー。ありがとうございます。